最大貯金6から延長12回ドローも最下位転落。柳龍也が2回途中慶応の第5戦。中日は4日のヤクルト戦神宮に延長12回、7対7の引き分け。ゲーム差なしの6位広島がデーゲームで勝っていたため、単独最下位に転落した。4月には8年ぶりの単独首位に立ち、一時は貯金を6まで増やしたドラゴンズだが、4月30日の DeNA 戦から3連敗中で現在、借金は2。早くトンネルから脱出したいところだ。負けなかった。だが最下位、負けたがねえ。7点取っても勝てないのか。引き分けならまあいいや。4点差から負けなかったのはようやったわ。お疲れ様でした。今後柳どうすんだマジで。暗黒試合終了。中田も大島も老体にムチ打ってフル出場か。お疲れ。てかどうやったら勝てるんだろうな。勝ち方忘れたわ。まあ負けなかったのはようやっとる。村松は本物だな。まあよく負けなかったよ。村松、大島、細川、斉藤だな今日は。うむ。斉藤の身の三しびれた。柳はどうせ中何日も開けるんだから今から歩いて帰れ。打順はこのままでいいぞタッツ自信持て。7点取ったんだし次もこれでいけ岡林木下は変えてもいいけど他はそのままや。背は混戦だからなんとかなる。最初の柳で10点くらいは覚悟したから中継ぎ様様やな。明日デーゲームじゃなくてよかったな。ご視聴ありがとうございました。